どっちかというと今若い人がね、まあ今昭和ブームのレトロブームでしょ。なんかこういうの気になるみたいで、若い人の方がね、持ってる。これ今また売れてるんだよね。これ知ってるでしょうね。リアル世代ですからね、オーダーでね、作ってくれるやつなんだけど、これはね、ベルトポーチっていうのかな。どうもこんにちは。今日はですね、久々に、カバンのお話。まあ、以前にもね、時々こういうカバンの、バッグのね、お話はね、したことあるんですけど、今日はね、メインはね、このちっこいやつね。このね、マジソンバッグ、知ってる方は知ってると思うんだけど、こいつのね、ちょっとお話をしようかなと思うんですけど、その前にね、これがね、これ以前にもね、動画上げたことあるんだけど、これね、リーブスっていうメーカーのね、本革のね、バッグなんですけど、僕はね、これ20年以上使ってるんですよ。かなりのお気に入りでね、小型のアンプ入れたりとかもね、エフェクターとか、エフェクターボードなんかも入れたり、してね、今、いろんな用途で使ってるんですけど、さすがにね、もう20年経ってるとね、もう色いい感じでしょ。これね、本革なんですけど。で、普段のね、お手入れは、こういうね、革用の、クリームね。これ、靴でも何でもいいんだけどね、本革用の、クリームと、あと、蜜蝋でね、仕上げるんですけど、まあね、革のバッグとかね、まあ、ジャンパーとかなんかもそうなんだけど、本革のね、こういうグッズっていうのはね、お手入れしてるとね、いい感じにこの、やれてきてもね、いい感じでこう、なんか貫禄が出てね、いいんですけどね。これ、なんか20年って感じするでしょ、これね。いいでしょ。このメーカーはね、確か新品でもね、売ってるんですけど、僕がこれ20年前に買ったって、これね、何インチだった？これ12インチだったかな？これいろいろ種類があるんだけど、12インチで、一番小さいのが確か10インチとかいうやつでね、で、僕が買ったこの12インチっていうのが、20年ちょっと前の時で、2万円しなかったと思うんだけどね。でもね、今はね、4万円近くすんのかな？これね。まあ、最近高くなったのもあるんだけど、もう、かなり前から値段はね、上がってたんだけど、まだ売ってるのは売ってるんですけどね、これ、たまにね、この仲間内からも、このバッグ、だんだん貫禄が出てきたねってね、よく言われるんだけど、どこで売ってんのとかいう話にね、なってね、いや、これ、楽天とかね、ヤフーで探せばね、リブスっていう風に打てばね、多分出るよ、ちってね。まあ、こんなにボロボロじゃないよね。売ってるのはピカピカでね、もっと綺麗なんだけどね、もう元こんな色じゃないからね、なんかクリーム色っぽい色だったんだけどね。なんだ、もう20何年でね、まあ、約四半世紀ですよ。こういう感じに、ね。これいいっすよ。これ超おすすめね。で、こういうバッグはね、このサイズはね、結構いろいろ安いのも出てんだけどね、5000円とか1万円ぐらいでも出てんだけど、革のね、質がね、全然違うんですよ。分厚いしね、こういう、僕もね、革細工はやるからよくわかるんだけど、こういうね、この縫い目ね。全然ね、やっぱ安いのと高いのと違いますからね。しっかりやっぱりね、いいなめし革使って、いい縫い方して、あるのはね、やっぱり高いですね。まあ、この辺のクラスでもっと高いやつだとね、やっぱ5万、10万しますからね。まあ、長く使うことを考えるとね、まあ、ちょっといいやつ買っといた方がね、いいと思いますよ。まあ、実際こう20年以上ね、普通に現役で使えますからね。それとね、同じ革で気に入ってんのがね、これはまだ2年ちょっとなんだけど、これはね、革のこういうバッグで有名なヘルツっていうところね、見たことあるでしょ、これね。
オーダーでね、作ってくれるやつなんだけど、これはね、ベルトポーチっていうのかな、ベルトのとこに引っ掛けて使うね。まあ、タバコ吸う人だとタバコとかライターとかね。まあ、これはちょっと中型のやつだから、そこそこ大きいからスマホとかね、全部入るんだけど、まあ、僕も普段スマホとかね、タオルとか、うん。外出てくときね、ベルトに引っ掛けて、まあ、ベルトに引っ掛けるというか、僕はこのストラップね、ストラップでぶら下げることが多いんだけど、でね、ストラップも、本革のやつも使うときあるんだけど、夏はね、やっぱね、本革のやつはね、汗がね、染み込んじゃうからね、ちょっとね、痛みが早くなっちゃうから、これはね、ストラップは、これはね、吉田のポーターのやつ使ってます。これは、あれだからね、革じゃないからね、ポーターのやつはね。うん。これは丈夫だからね、これ使ってますね。うん。まあ、本当は革の方がね、ストラップもかっこいいんだけど、うん、まあ冬場ならいいんだけどね、夏はね、ちょっとやっぱり、こういうやつの方がね、いいかなと思いますね。これもね、元は綺麗だったんだけどね。これ元の色っぽいね、この辺はね。これもね、蜜ろうとワックスでね、しょっちゅう磨いてますからね、こういい色になってくるでしょ。ね。これも結構気に入ってますね。かっこいいでしょ？ね。まあ、ほとんど中はね、あんまり入んないんですけどね、ほんとね。こんな感じでね。うん。普段はハンドタオルとスマホとね。まあ、今、タバコをやめちゃったからね、もう、そういう喫煙グッズはね、入れてないんですけどね。これいいですよ、これね。これはね、値段、これはね、2万円しなかったんじゃないかな。1万7000とか8000だったかな。これはね、オーダーでだいたい3週間ぐらいでね、作ってもらえるんだけどね。まあ、ヘルツはね、人気があるからね、結構注文入れてからね、日数。とね、こういうタイプのね、バッグもね、昔頼んだことあるんだけど、あれ、いくらだったかな ?6 万円ぐらいのやつだったけど、あれもね、2ヶ月近くかかりましたけどね。うん。うん。やっぱね、革の厚みとか全然違うからね、安物とね。ごへいすさんはね、超おすすめですよ、これね。で、これもね、これ中間で、もっと大きいやつと、もっとちっこいやつとあるからね。女性の方だと、これの一個下のやつのがね、ぶら下げるには可愛いんじゃないかなと思いますけどね。うん、これね、ヘルツ。それで、今日のメインが、このマジソンバッグね。これ今また売れてるんだよね。これ知ってるでしょね。僕は70年代の時はね、リアル世代ですからね。当時ね、中学生の時も使ってたかな。うん。体操着とか、運動関係のやつを入れてましたね。中学の時はね。で、高校生の時はメインのね、通学カバンとして使ってましたけどね。うん。マジソンスクエアガーデンね。で、当時使ってたのはね、エースのオリジナルやつだからね、ここエースって確か ACE って書いてあったと思うんですけどね。これは復刻のやつだからね。このコンドルのイーグルっていうのかな。USA って書いてあるけど、オリジナルはエースですからね。うん。エースカバンが作ったやつですからね。これ1968年だったかな、登場したのがね。で、流行ったのが、やっぱり70年代。ほとんどの人が持ってましたからね。うん。僕も中学の時は半分ぐらいの、男子の半分ぐらい持ってたんじゃないかな、みんなね。色はもうメインはこの、ネイビーのね、紺色のジニエ、この、ホワイトのロゴでね。で、これ一番小さいやつね。で、中間のやつがね、レギュラーサイズのやつが確か18リッターだったかな。で、今日ね、ブログにもこれ書いたんだけど、僕のやつはこれ一番小さいやつね。でね、結構ね、小さいんだけどね、入るんですよ、これ。でね、これが、折りたたみの傘ね。で、あとまあ、こういうヘアブラシとかね。あとは、普通のタオルと、
これはね、撮影用の自撮りのね、伸縮の自撮り棒ね。あとはまあ、こういうアルコールタオルとかね。他にも結構入るんだけどね。うん、見た目はこう、ルックスはね、可愛くて小さいんだけど、めちゃくちゃ入るんですよ、これ。んで、これもね、こう、引っ掛けついてるからね。さっきもね、こういうのでね、肩からぶら下げて、使ってるんですけどね。もちろん、これでも持ちやすいんだけどね。でね、これ、一時期3000円以上で売ってた。今ね、2000円ちょっとで買えますからね、これね。これなんで今日これの動画撮ってるか、ちょっとこの前ね、あのね、全然知らない人なんだけどね、名古屋駅の地下街でね、歩いてて、あの、ユニモールのね、地下の、そのドン付きのところにね、あの、こう腰掛けて、休憩するとこなんですよ。で、そこで座っててね、これ持って座ってたらね、懐かしいですねっていう話しかけられて、全く知らない人でね、マジソンバッグの話になってね、ここの地下どこで売ってんですかっていう話になって、いや、これアマゾンで普通に買えますよっていう話でね。うん、やっぱ、僕らと同じ、その同年代の人はね、やっぱこの形見て懐かしいと思うんじゃないかな。うん、で、これがね、5000円とか1万円するとね、あれなんだけど、これ2000円ちょっとで買えますからね。これ知らない人もいるかもしれないけど、まあ、どっちかというと今若い人がね、まあ今、昭和ブームのレトロブームでしょ。うん。なんかこういうの気になるみたいで、若い人の方がね、持ってる。まあでも僕らの年代は、この紺色に、この白ロゴのね、マジソンスクエアガーデン。ね。いいでしょ、これね。もう本当、ルックスはね、当時のまんまですよ。で、これ、まあ、どこが作ってんのかな？まあ、こういうライセンスもんだと思うんだけど、まあ、いろんなメーカーさんが多分作ってると思うんだけど、製造はどこなのかな？中国なのかな？日本なのかよくわかんないんだけど、その辺の詳細はね、不明なんですけど、とにかくね、今売れてるみたいですね。でね、こういうナイロン系のバッグはね、あのね、買ってね、どうかな、2、3日はね、ちょっと匂いがね、このナイロンと、ナイロン系のね、なんか、独特な匂いしますからね。ちょっとね、日の当たるところでね、外に干していくとね、すぐ色、匂い抜けますからね。この匂いがダメでね、手放しちゃう人もいると思うんだけど、すぐ飛びますから。大丈夫ですよ。僕も買った時にやっぱりナイロン臭かったからね。お日さんの当たるところでね、置いといたらね、ほんと一日で匂い取れましたからね。よくね、中国産のバッグでね、それもブログに前書いたことあるんだけど、中国製のね、革バッグ、ね。まあ、フェイクレザーもそうなんだけど、中国製のやつはね、中のね、接着剤とかね、なんかその、作る時の、薬の、なんかそういう液の匂いかわかんないんだけどね、独特な匂いするでしょ、中国産のってね。あれはね、匂い飛ばすの結構大変なんだけど、1年経っても抜けないのはあるんだけどね、結構ね。僕もね、今までやっぱ中国産のバッグ買って、匂いがダメでね、手放したのってね、何個かありますけどね。これナイロン系のやつはね、すぐ飛びますからね、大丈夫ですよ。うん。まあもちろんね、さっきのこういうフェルツの本革のやつとかね、革のいい匂いはするけど、ああいう科学的なね、なんか独特な、ある種頭が痛くなるような匂いね、ああいうのは一切こういう本革のはしませんからね。うん。こういうナイロンはちょっと気になる人は気になる。と思うんだけど、これもね、2、3日すれば完全に飛びますから、今も一切、匂いしませんからね。うん、昼間ね、外へ、ね、ベランダかなんか干してけばね、すぐ匂い取れますからね。うん。ということで、今日はね、知らないおじさんに声かけられて、ね、このマジソンバッグね、気になってる人がね、多いみたいです。これもね、僕はちょっと前に買ったんだけどね、確かね、買った時2000、3000円しなかったからね、今でもね、2500、600円で買えるんじゃないかな。
サイズはね、いろいろあるみたいですけどね、レギュラーサイズというか一般的にちょっと1泊2日ぐらいの旅行で使うんだったら18リッターだったかな、横が40センチぐらいのやつね、奥行きが20センチあるかないかぐらいですね、あれだと18リッターってやつだったな、多分ね、僕がその昭和の70年代の時に使ってたのは18リッターだと思うんだけど、それもね今普通に売ってますからね、それの下にもあんだよね1個、でこれが一番下でね、3種類ぐらいね出てますからね、うん、まあ気になる方はねネットでねちょっとチェックしてみて、一応ねアマゾンのやつはねリンクね下にね、サイトでね貼ってきますからね、またチェックしてみてください、うん、これ案件でも何でもないからね、その知らないおさんにもで声かけられたから、まあ、気になる人もいるんじゃないかということでね、ご紹介ということで、はい、そういうことで今日は僕が高校生の時にね、通学カバンとして使ってたマディソンバッグのミニチュア版のねお話でした。マディソンスクエアガーデン、マディ、ディなんだけどね、 DI だから D だよね、マディソンなんだけど僕らはマジソンバッグって言ってましたけど、ね、日本語でねマジソンバッグでしたけどね、マジソンバッグなんて言ってませんね、マジソンマジソンって言ってましたね当時はね、はい、昔懐かしいマジソンバッグのミニチュア版のお話でした。